平成29年2月6日、阿蘇ジオパーク推進協議会では、阿蘇ジオガイド協会のガイドを対象に、熊本地震で被災したジオサイトなどを記録したデータベースの利用説明会を行いました。説明会には、阿蘇ジオガイド協会のメンバー8人が参加。福岡大学総合情報処理センター奥村研究室の奥村勝室長が、災害記録用データベースの阿蘇ジオパークでの活用方法や、データベースへのアクセス方法、さらにジオサイトの被害状況の写真の登録方法などについて説明しました。阿蘇ジオパーク推進協議会では、福岡大学の総合情報処理センターの奥村室長らの協力で、熊本地震で被災したジオサイトの写真を収めた災害記録データベースを開設したものです。阿蘇ジオガイド協会のガイドなど関係者は、パソコンやスマートフォンでデータベースにアクセスして、観光ガイドなどに役立てることができるようになっています。さらにガイド自身が撮影した地震などの被害状況や復旧状況の登録もでき、登録したデータはジオサイト別のほか、地割れなどキーワード別に検索できるようになっています。阿蘇ジオパーク推進協議会の災害データベースは、今のところ阿蘇ジオガイド協会の会員向けで、一般には公開しないということです。